子供たちと一緒に歌を歌う前にキャンドルナイトのようにろうそくにこの場で火をつけて歌を歌いたいと思います。灯籠を作った方もしくは灯籠ない方は大丈夫です。竹灯明の中にろうそくを掘り込むだけで終わりです。各自、受付の方で、竹の灯明をいただもらってください。でその中にろうそく1個コロンと入れれば出来上がりです。今だいぶ暗くなってきまして河原の方、今風船灯明がもう入ってます。風船灯籠入ってます。川の中すごく綺麗な状況です。他にも階段降りる間今ここから見えませんがえっていうぐらい綺麗な風景になってます。どうぞ皆さん、受付の方へ行きまして、竹灯明もちとからろうそくそれから流し灯籠もこれからでも全然大丈夫ですからどうぞお作りください。でお互い、火をつけ合ってください。ろうそくにお互いに知ってる方々知らない方々どんな方でも結構です。火をつけてください。ついた？あ、子供たちついたな。綺麗だね。ね。
今とりあえずこれ1本、あとは分かんないですけど、はい、皆さんいいですか、どうぞなるべくこちらへお集まりください。ここプロジェクターで歌詞が流れますので、ぜひお子さんたちと一緒に口ずさむでも結構です。音出ない、はい、カリタスのお友達3人か4人しかまだ集まってねえな。まだろうそくをつけるに手間取ってるかな。あのね、コップの中すぐ風で火が消えちゃうかもしれません。手で上から覆ってあげてください。手があったかいし風が覆われて、消えなくていいです。コップの上から手で軽く覆ってあげると熱くないです。大丈夫です。テステス、ハハ、テステス、マックス。はい。テステス、はい。先ほどちょっと、電話でご連絡入りまして、菅原市議、河野市議、よろしく皆さんにお伝えくださいということで、お電話いただきました。